今日は加藤シゲアキについてジャーニーさんが話すみたい。私はクシャロゴに行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。ユウスの加藤シゲアキいるじゃない。いるね、小説家大先生。そうなの、あの子文才はあるのよ。文才は？主演舞台シクシクと運針の演技がひどすぎてファンが阿鼻叫喚の嵐なの。まあ加藤の声は芝居向きじゃないよね。こもってるし。演技は確かに棒だけど、作品に寄せたコメントがさすがの言葉選びでうっとりしたわ。作家としてはいいけど、それで主演となると見る方はきついよね。絡んで芝居する他の俳優陣もきついわよ。もうさ、事務所の力だけで力もないやつを主演にねじ込むのやめたら？滝沢に言ってよ。私はもう管轄がいい。それもそうか、ごめん。ここだけの話、加藤は芝居上手くなる気ないからね。そうなの？あの子だってバカじゃないから、自分が役者向きじゃないことくらいちゃんと知ってるわよ。まあ小説書けるくらいだしね。自分の芝居のできなさをいずれ面白おかしくエッセイにするつもりなのよ。加藤はな、顔はいいけど声がな、あとどうにもこうにもセリフがな、棒読みっていうか素っていうか感覚がクソ素人なんだよな。まあアイドルだって神じゃないから全ての才を兼ね備えてるわけじゃないしね。そう、最終的に面白エッセイ出して事務所に還元してくれればそれでいいから、このまま棒読み俳優を貫いてファンをキャーキャー言わせてほしいわ。別の意味で頑張れ加藤、報われるまではネタ作りだ。